新アイテム、ジャパ版手作りセット？仲良しレベル6になったフレンズの最大仲良しレベルをプラス、また上限解放アイテム作ったの？スレー！さあやってこう、新昇降下、まだ新昇降下駅伝？待って、また獣フレンズに置いてけぼりにされた。おーお前来るなぁ。思い出はいっぱいあった方がいいですよ、ね。フォトポケマックスになった？マックスになったくせ。やった。でもランク4の12分の4ってどういうこと？ I don't know how to fight. 聖魔のぶられ旅第2章、旅の始まり。今回は第4話読んでいきたいと思います。帰るところ。私の喉はどうやったら治るのかしら。天才博士が独自に研究したとっておきのお薬があるのです。塗ってよし、飲んでよし、吸ってよしのスペシャルなお薬になる予定。なる予定？本当なら、ジャパマン1万個と交換なのですが、ジャパマン1万。5000兆とどっちが多い？あと、どっちだろう。まあ、1万っていうのは普段使わねえからな。そうだよな。そうなっちゃうよな。集められるかしら。気が遠くなるわね。ですが、今回ばかりはトキの覚悟に免じて特別サービス。大負けに負けて、ジャパマン1000個で手を打とうなのです。なかなか難しいこと言うね。ジャパマン1000個。普通集まんないぞ。まあ、なんて優しいのかしら。騙されてる。1キュッパと同じ考え方になってるんだって。2000円の商品が1980円になって安くなったって感じるのと同じなんだぞ、トキ。それでも結構大変な気がするよ。ジャパマン、1個に負けて。無茶な交渉。まあ、いいのです。いいの？あわよくばと思って行ってみただけなんです。ジュルリ。ちょうど新しい薬を試してみたかったところですし。1個で大丈夫なのね。なんて優しいのかしら。そのお薬、今すぐ飲みたいわ。今すぐは無理なんです。薬の調合には、コパイバの樹液とオアシスの湧き水が必要なのです。オアシスって、もしかして、私がいつも言ってるところかな？この辺りのオアシスと言ったら、一つしかありませんね。あそこの湧き水美味しいよね。砂漠をいっぱい走った後に広告ってのもと、元気が出てくるの。あの泉には不思議な効能があるのです。溶け込んだサンドスターの影響でしょう。うまく混ぜ合わせてやれば、コパイバの樹液の効果も上がるんです。オアシス、行こう。てかなんか無機物っつうか、生命が働いてない部分にも、サンドスターの効果って生じるんだね。ええ。ちょっと待って。どうしたの？その、オアシスの泉のことなんだけど、今は使えないと思う。使えない？実は、泉がセルリアンの群れに占領されちゃっていてね。かなりの数だから近づくのも危ないんだ。なんで言ってくれなかったの？お気に入りの場所なのに。ルルのお気に入りだからだよ。素材が手に入らないのは困るですね。今回のお薬だけの問題ではないのです。あの泉は今後のためにも確保しておきたいのです。セルリアンどもに汚されたり壊されたりするのは大迷惑なのです。ごめん。どうしてラビラビが謝るの？私がちゃんと見張っていたらこんなことにはならなかったから。ラビラビのせいじゃないよ。どっちでもいい。セラリアンを追い払えば解決。そんな簡単に。簡単じゃないかもしれないけど簡単。セーバルたちなら、なんとかなる。だね！みんなで行けば怖くないよ。頼もしいわね。うわぁ、スヘドからジュースになる。ジュースになっちゃう！ジュースにはならないと思うけど、ひどいやつだね。喉がカラカラ、干からびる。水の代わりに砂を飲んだら少しはマシになる？もっと大変なことになるよ。でも、砂漠には砂しかない。パク。よしよし。セバラ！しっかりして、自分は大切にしないといけないわ。もう仕方ないな。私が水のあるとこ教えてあげる。オアシスにはまだまだ先かな。楽。だけど、砂漠にも水って隠れてるんだよ。そうなの？例えばこれ。サボテン？そう、このサボテンをパカって開けると、ジューシー。ね、中にたっぷり水が入ってるからいざという時に助かるんだよ。ライフハックじゃん、これ。美味しくてお腹もいっぱいになるしね。なんかさ、こういう使えないライフハックよりね、こういう情報をね、もっと広げていくべきだと思う、俺。トモソンガゼルは物知り。毒のあるサボテンも多いから気をつけてね。私が安全なサボテンを教えてあげる。勉強になる。教えて師匠。私に任せなさーい。どうしたのラビラビ。微妙な顔して。少し前まで、私が守っていた、いや、守ってあげなければと思っていたルルが、随分成長したなって。いつの間にか楽しくなってしまって、まるでセーバルのお姉ちゃんみたいだ。やっぱり、セーバルたちと旅したおかげかな。私の手を離れてしまったようで、ちょっとだけ寂しい。ラビラビ。本当は、喜んであげなきゃいけないことだと分かってはいるんだけどね。ダメだな、私は。ダメじゃないわ。あなたの気持ちは、とっても自然な気持ち。それに、どんなに強くなっても、ルルにはあなたが必要だと思うわ。そうかな。そうよ。待ってくれている仲間がいるからこそ、安心して遠くに行けるんだもの。誰もいなければ、それは放浪と同じ。寂しくて、切ない。ルルにとって、あなたは間違いなく、大切な存在だわ。だと、いいな。このサボテン、本当に美味しいわね。でしょ好きなだけ食べるといい。なぜセーバルが偉そうなのか全くわからないんです。博士、例のものを持ってきたのです。お疲れ様なのです、ミミちゃん助手。喉も潤ったところですし、トキにやってもらいたいことがあるのです。あら、何かしら。このラジカセの前で歌ってほしいのです。ラジカセ？人の便利な道具です。琴は景色を覚えさせられますが、ラジカセには音を覚えさせられるんです。つまり、ラジカセさえあれば、トキの歌をいつでも聴けるということです。あ、なるほど。どうしてそんな恐ろしいことを。素敵な道具ね。歌ならいくらでも歌うわ。では、レッツスタートなんです。みんな耳栓の準備はいいか？待って、心の準備が心の準備はいらないわ。歌はいつだってあなたのそばにあるもの。何言ってんのこいつ。意味わかんないよ。オーディエンスの歓声があると、ますますやる気が出るわね。黄色い歓声ではないとは思うぞ。全力で行くわよ。いい感じの破壊力なんです。じっくり録音するんです。待って、ほら、これセルリアがたくさんいるよ。何をごまかして。寄ってきたな。いや、確かにいるんです。皆さん隠れて。隠れるとこ、サボテンのおかげくらいしかないよ。チクチク。文句言わずじっとしてやるんです。見つかったらただで済まないですよ。どういうことなんだ？あ、どっかに向かってるぞ。こちらには気づいていないみたいだけど、かなりの数だね。おお、すげえ。更新だな、これパレードだな。平沢進だな。集団で移動している。こんな大移動、見たことないんです。一体何のために嫌な予感がするんです。そのまんまにしておくのは心配ですね。私がこっそりついていって確かめてみるよ。偵察を引き受けるというのですか？偵察なら私は博士の方が。いえ、ここは空が広いので、我々が飛ぶとさすがにバレバレです。トムソンガゼルがサボテンに隠れながら進んだ方が、いくらかマシと言えます。私なら足が速いし、いざとなったらすぐ逃げられるもん。さすがに一人で行くのは危ないんじゃないかな。私も一緒に。大丈夫だってば。私に任せて。一人でやれるから。小雀が親元を離れたな。心配しないで、平気。トムソンガゼルは強い。そうだね。信じてあげなきゃ、ダメだよね。私だって、オアシスのセルリアンのことは一人で解決しようとしていたんだから。セーバルとトムソンガゼルに相談したらよかった。ルルをがっかりさせたくなかったんだ。お気に入りの場所が荒らされているのをあの子に見てほしくなかった。ショック受ける？女王事件の後から、ルルは時々一人で冒険に行くようになったんだ。普段は一緒だけど、そういう時はついていかないようにしている。私がやらなきゃいけないのは、あの子の自由を奪うことじゃない。あの子が帰ってきた時のため、素敵な居場所を用意しておくことだから。獣フレンズ3最高だな、お前ら。いやー、ほんとに、最高のゲームに巡り合いました。ありがとう！お母さん、この星に産んでくれてありがとうございます！居場所、オアシス？オアシスも、その一つ。ルルが帰ってきたら、美味しい水を飲ませて。お帰りって、優しく言ってあげたいんだ。お帰り。セイバルも、研究所に帰ったら、カラカルにお帰りって言ってもらえるかな。もう帰ってこないでって言われちゃわないかな。どうしてそうなっちゃうの？大丈夫で。心配。セイバル、カラカルにいっぱい迷惑かけてたから。そっか。研究所もわがまま言って飛び出してきちゃったから。きっと大丈夫よ。カラカルは面倒見がいい子だもの。セイバルが帰ってくるのを楽しみに待っているはずよ。心配。おや、トモさんガゼルの方は、早速偵察から帰ってきたようですよ。やけに早いね。知ってた。しかもセラリアンを連れてきやがったのです。うわー、ただいまー！おかえり。偵察していたのがバレてしまったようですね。なんかこのセラリアンたち変なんだよ。レスになってるし、私にもすぐ気づいてさ。バレずに偵察できなくってごめん！いざとなったらすぐ逃げられる。その言葉は本当だったようですね。セラリアンが変だと分かっただけ収穫とも言えるんです。ったく、仕方ないな。アラビアオリックス、ちょっと嬉しそう。あ、そんなことはないと思うけど、急いでルルを助けないとね。あ、このまんじゅうとっても美味しそう。きっとセイバルは大喜びで食べるよね。おー、なんか急に場面変わったな。カラカラ笹が大好き、なんて言うかしら。甘やかすのは良くないわね。研究のお手伝いのご褒美にあげるとか。じゃあ、私ってなんであの子のことばっかり考えてるの？まんじゅう、おいくつご利用ですか？大丈夫！ごめんなさい。二つちょうだい。私とサーバルの分、あの子の分は、また今度考えましょう。今用意してもダメになっちゃいそうだし。はーい。いつもありがとうございます。あの子、今頃どこを旅しているのかしら。みんなと仲良くできているといいけど。カラカルママ。ママ。ごめんね、みんな。私一人で行けるって言ったのに、結局助けてもらっちゃって。全く気にしなくていい。ラビラビはどうしてそんな生き生きしてるの？誰かに必要とされるのは嬉しいことなの。たまには頼ってあげてね。うん。偵察はどうだったですか？何の成果も得られなかったのですか？何の成果も得られませんでした！ちゃんと分かったことはあるよ。なんかね、さっきのセラリアンの群れは、オアシスの方に向かってたみたい。すっごい列になってて、そろそろ歩いてたら気持ち悪かったよ。ただでさえセラリアンで埋め尽くされているのに、まだ増えてるってこと？しかもさっきの群れだけじゃなくて、あっちこっちから集まってきてるみたいなの。みんな、あのオアシスの湧き水が大好きなんだね。美味しいもんね。美味しいという感覚は、セラリアンにあるのでしょうか？そもそも、感覚があるのかどうかさえ怪しいのです。なぜオアシスに引き寄せられているのか、やはり、サンドスターが原因でしょうか。ありがとう、ルル。とってもためになったよ。ラビラビの役に立てて嬉しい！オアシスを取り返すのは、さらに難しくなったみたいだね。今日のところは、一旦引き上げた方が、待てない、すぐ行く。だけどみんなは危ない目に合わせるわけにはいかない。今日行っても明日行っても同じ。明日はもっとひどくなってるかも。セラリアンがやろうとしていることが何だろうと放っておけないのです。それに、ラビラビがまた一人で何とかしようって考えちゃうかもだしね。一人で何とかしようとするのは、ルルも同じだろう。そうかも。私たちってなんか似てるよね。とりあえず、用心しながらオアシスの様子を伺うんですよ。くれぐれも見つかってしまわないよう慎重に近づくのです。さあ、着いた。まあ、いるよな。おー、セラリアンザラザラしてる。見たところ、四方から列を作って集まってきてるんです。何のために？なんて綺麗な列。セラリアンとは思えない。やけに秩序があるんです。不自然すぎるんです。誰かが統制を取ってるとしか思えないよな。泉がセラリアンだらけ。あんな水飲めないよ。オアシスから追い出そう。待つなんです。坂もなしに突っ込むのは愚かなんです。作戦あるこんなこともあろうかと我々は用意を整えていたのです。準備バンバンです。バン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 。万端です。みーちゃん助手、あれを。はい、博士、言い間違えたんだ。それは、さっき私の歌声を覚えさせたラジカセね。今から時にはこのラジカセと大合唱をしてもらうんです。みんな耳をすげえ！それは危ないんじゃないかな。危険は承知の上なんです。オアシスを挟んで、トキとラジカセはそれぞれ反対側から歌を聴かせるんです。セルリアンは大混乱するはず。そこをみんなで一気に攻めるんです。もう気づくだろう。ここまであからさまだと、トキの歌は攻撃手段だってことに気づいちゃうだろ、本人も。確かに混乱するわよね。私の歌とラジカセの歌、どっちを聴けばいいのか、わからなくなるもの、くー！この時のポジティブスイッキングを見習いてー！どっちを先に排除すればいいのかわからなくなるの間違いでは。私とミミちゃん助手、アラビアオリックスは、ラジカセを持ってオアシスの向こうに、トキとセーバル、トムソンガゼルはここで待機するです。ラジカセの歌が聞こえてきたら、トキが歌い始めるのですよ。精一杯、心を込めて歌うわ。それでは、ご武運を。これは本当にご武運だな。大丈夫か？ラビラビ倒れないか？あー！あー！ラジカセの音聞こえてきたよ。離れてるのにすっごい迫力。あー、ビリビリする。私も負けていられないわね。やめて、もうやめて。俺の喉が痛い。あー！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 うわあ、こんなのめちゃくちゃだよ。嵐の中に逃げるみたい。目が回って壊れそう。俺も喉が壊れそう。しっかりしてセーバル。セルリアンが大慌てで押し寄せてきた。私のリサイタルの間、相手をしてあげてね。これは大変だ。セルリアンが綺麗さっぱり片付いてる。ありがとう、みんな。トキの歌がすごかったよね。セルリアンもヘロヘロだったもん。美しい音楽に慣れていないと、初めは衝撃なのかもしれないわね。何度聴いても衝撃しかないのは私だけなんだろうか。うん、僕も、心配無用。私もです。いつまでも新鮮な音楽だということね。すごいな、トキ！お前もうすげえよ！これで湧き水が手に入ると思ったけど、泉カラカラ、セルリアンが全部飲んじゃった？水が湧いてくる気配もないし、水源がせき止められているのかもしれない。セルリアンが泉から地下の水道を遡ってったんだろうか。困った。悪い知らせは、それだけではないんです。何？トキの歌が入ったラジカセですか。さっきのどさくさで、セルリアンに奪われてしまいました。奪った？そんなー！最悪の事態なんです。このままではパークが滅びるかもしれないんです。どういう意味かしら。ラジカセ、取り返さないと。取り返しのつかないことになる前に、パークの未来はお前たちにかかっているんですね。ねえ、どういう意味かしら？私にも教えてほしいわ。